デビット・ジャック・メイフィールドはアメリカ合衆国テキサス州出るリオ出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のロサンゼルス・エンゼルス所属。愛称はキャプテン・ジャック。2013年6月16日にアマチュアフリーエージェントでヒューストン・アストロズと契約してプロ入り。2018年まで参加のマイナーチームでプレーした。2019年は トリプル A9 ラウンドロックエクスプレスで開幕を迎え、5月27日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入り、同日のシカゴカブス戦でメジャーデビューを果たした。6月6日のシアトルマリナーズ戦でロエニスエリアスからメジャー初本塁打を放った。この年はメジャーで26試合に出場して打率、156に本塁打5打点を記録した。 2020年はメジャーで20試合に出場して打率、193打点の成績を記録した。2020年11月20日に、ウェーバー工事を経て、アトランタブレーブスへ移籍したが、2021年2月24日に、ギレルモヘレディアの加入に伴って、ディエフェとなり、翌25日に、ウェーバー工事を経て、ロサンゼルス・エンゼルスへ移籍した。4月24日に、 ディエフェとなった。2021年4月27日に、ウェーバー工事を経て、マリナーズへ移籍した。6月10日に、ジェイク・バウーズの加入に伴って、ディエフェとなった。2021年6月13日に、ウェーバー工事を経てこの年の途中まで在籍した、エンゼルスへ復帰した。エンゼルス復帰後はこの年怪我の影響で離脱した、アンソニー・レンドンの代役として、 主に三塁手を務めたほか、補正グレシアスと入れ替わりで遊撃手として先発出場をすることもあった。後半戦だけで大谷翔平に次ぐ十本塁打を放つなど超打力を見せ、打順では2番や4番を任されることもあった。ありがとうございます。